はい、どうもニーナです。今日もスターウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。いや、やばいっす。本格的にやばくなってきまして、何がと申しますと、L2 ですね。今押してるんですけどね、 L2 が本格的に気がね、怪しくなってしまいまして、もうこれセイバーキャラ使えませんね。まあ、新しいコントローラー購入したいんですが、もうすぐね、デイズオブプレイというイベントというかセールがねありまして、そちらを活かしていきたいので、中庭速攻からだな。デイズオブプレイというセールね、そのセールは6月7日から11日間の17日まで行われまして、対象店舗で純正コントローラー1000円引きなんですよね。いや、そこまでなんとかね、騙し持たしたいんですよ。騙し持たしたい。効かんな、マジで効かんな。飽きた。マジで効かない。効かん。本当に効きが悪い。本当にね、もう由々しき問題ですよ、これ。で、さらにね、かなり来てる。やっぱ4ショットでちょっと弱えな。ちょっと武器を変えよう。まあ、さらにね、そのセール中は PS ストアダウンロード版っていうか PS ストアで買うね、ストアで買う PS プラスの加入券ですね。12ヶ月分が3600円、 30% オフで買えるんですよね。まあ、8月1日から値上げがね発表されている PS プラス、それもこの時期というかこのセール中にね買っておくとかなりお得なんじゃない。いって、おー、もうベイダーおるやん。お得なんじゃないでしょうか。そうなんですよ、8月1日から現行514円だとの850円ですよね、1ヶ月分がで、3ヶ月分が1337円から2150円と。ま、ただね、これあいつら足元見やがってと思いますが、現行ね、アメリカの PS プラスは 9.99 ドル、本日の日本円に直しますと1ヶ月1079円とね。ま、ただね、確かにアメリカ版の方がサービスがね充実してるというのは当然あるんですけれども、アメリカ版の方がねサービスが充実してるというのはもう当然のごとくあるのですが、これ解除しに行きたいんだけども、どうですかね。うわー、無理か。やる、もうちょっと人数減らしたよね。中庭触ってはいるけどダメって感じだね。いや、ちょっと俺間に合わないな、この速度だと。すまん、もうちょっと誰か触ってくれてありがたいが、さすがに限界ですか。そう、やりますね。ここはどうしようかな、ちょっと削った方がいいよな。どこですか、敵は。敵はどこにいますか。ただエイムができないので投げてくる、反応できない。いや、ちょっともうどうしようもないな。まあね、もう一個予備のやつ使ってもいいんですけど、予備のやつ結果マイクつけれるターンしない、結構安いやつ買ってるんで、いまいちなんですよ。
全部後付け実況になっちゃいますよ。なんでね、後付けが異様に多くなったら、もうすでにコントローラーが限界を迎えたということを、まあ、すでにもう限界なんですけどね、ほぼほぼ聞いてないんで。どこだ？うわ、いっぱいいる、いっぱいいるな、きついね。ターボレーザーコントロールを敵に奪われるぞ。頼む、聞いてくれ。よしよし、聞いてる。何これ。まずなんか聞くかどうかをなんとかしなきゃいけないっていう時点でかなり痛いよな。とりあえず動きを止めておく。まずいな、これバレるな、バレるな。当たってない。まずい。そうなんだよな、そこでバレるからね。くそ。とりあえず粘ろう。すまん、やっぱ俺が外したらダメか。敵が野営地を攻撃中。欲しいよ。野営地に敵の強襲。オッケーよ。逃げよ逃げよ。逃げよ逃げよ。ナイスレトビでしたね。まあ追撃しなくても普通に倒せたっぽいけど。というわけでね、エルニが怪しいと最悪ね、こう見ない。押してる。見れないだけだったらそれはそれである程度我慢するというあれもありますけれども、一部の武装がね、本当に意味をなさなくなってしまうので、いやこれさすがにきついな。ちょっとねひどくなっちゃったんですよね。多分ゴムパッキンというか、あのがだいぶ減っちゃってて浮いちゃうんですよね。端子が浮いちゃってて、でゴム交換すれば治るかもしれないんですけど、かもしれないくらいの流れなんで、本当に治るかどうかねっていう。怪しいねっていう、そういうとこなんですよね。なるべくやっぱ新しいのも買わないと、まあ、分解してこれだけやってもまたしばらくすると効かなくなっちゃうことを考えるとね。購入を考えていますが、皆さんもね、巧みな動きだな。うわ、巧みな動きしとるね。まあそんな感じでね、ほぼソニーの回し物みたいな、あの動画内容になってますが、まあ、やっぱプラスはね常に入っていると思うので、バトフロー、まあ、当然ねオンラインプレイになりますんで、まあ常に入りっぱであればやはり 30% オフの時に買ってしまうのが、まあ、それがね 30% オフ以上の効果を8月1日からは示しますので、ぜひねこのセールを忘れなくやって利用していく形で、全然当たんないんだけど。いた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 。利用していただければ皆さんの種か生活の足しになると思うんで、生活の足しになるって言い方おかしいけど、見たいんだけど、スコープで見たいんだけど、
うわ、火炎放射してくる。勝負するか。火炎放射、火炎放射の方が全然強い。普通にスティンガーピストル撃っときゃよかったよ。あんだけ接近できたのに。ギリギリ範囲外か。上から撃たれてんな。粘れ粘れー。マジイオン魚雷撃ちたいけど L2 が効かないと撃てないんだよな。L2 が効かないと撃てないというね、闇の広がりとともに使える触手が限られてしまうという。頼む、あと数週間なんだよ、持ってくれ。あと数週間持ってくれ。え、なんかもうだいぶヒーロー空いてたんだけど。ああ、気のせいか。気のせいではないけど。粘ってますね。ただここ突破されると向こうもだいぶキル数が稼がれてること考えると、次のフェーズ一気に全部取られちゃう可能性全然あるからな。なるべく索敵をしつつ、これだ。なるべくうろうろして少しの時間を稼ごう。殴り合いだ。激戦が繰り広げられていますね。ただあ、聞いてる聞いてる、今は聞いてる。今のうちだ、今のうちに頑張るしかない。頼む、この試合だけでも持ってくれ。すでにだいぶ支障をきたしている。くそ、支障。これ厳しいな。このUウィングガンシップがまともに使えたことないんだよな。そんなになってます。ちょっとUウィングガンシップってほとんどうまく使えたことないんだけど、これなんか誰かね、うまい使い方教えてほしい。結構すぐ弾切れになっちゃうよね。その森の中にいるんじゃないか疑惑を狙って撃っていくパターン。これ弾切れの時間が長いんだよな。ここがチャンスですか。全然場所わかんないんだけど。あれか、エイムか。効かない。エラにか効かない。ちょっと待った。見ない見えない見えない。どこに敵いるかわかんない。あ、効いた。効いてもほとんどわかんない。角度が、あ、そう、なんかいる。弾切れなのか今。これ全然見えないんだけど。全然止まんないんだけどさ、あれバリア張られてる？倒した手応えが薄い。すげえ倒した手応えが薄いんだけど、これ。これすげえ倒した手応えが薄い。なんかロックされてるし。あれバリア張られてんだな。すげえ倒した手応えが薄い。難しくない？ちょっと誰かユーイングのプロ教えてほしいな。ユーイングのプロ、ユーイングのプロの方。弾切れ、弾切れが長い。バリア結構防がれちゃうんだな。難しいんだけど。難しい。ユーイング難しい。ユーイング難しいな。
危ない。くそ、後ろにいたな。まずいぞ。ちょっと、ブキブキ。リオンにして、これも、こっちにして、味方のとこ出れないな。なんでそんな、なんで使用不能ばっかりなんだ。別にビークル乗ってないよね。バリアを早めに解除しよう。うわー、厳しい厳しい。あー、どうしようか。帝国がゲートステーションを掌握した。基地内に設定だ。ガーナキン使っとくか。砂は大嫌いだ。ガードできないからさ、ガードできないんだよ。やべ、セイバーキャラやめときゃよかった。頼む、聞いてくれ聞いてくれ。遅い反応が鈍。このスキルでなんとかしていくしかないよな。どこに何がいる。ああ、いたな今。はい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 。痛い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 。何食らってんのこれ。なんかダメージが。スティンガーピストルか。まあ、そもそもガードできない時点でどうしようもねえんだよな。ダメだ、セイバーキャラを使ったのが間違いだった。データ送信を遮断した。指令センターは安全だ。きついなこれ。厳しすぎる。しっかり守って。指令センターのデータバンクが危ない。指令センターのデータバンクが危ない。いや、危なくはないじゃん、別に。危なくないじゃんか。危ねえな。飛び回っているだろう。あれをなんとかしないと。後ろから撃たれてんの、これ。デオキシスも撃たれてるのか。ほぼほぼ役に立たないから、ちゃんと、味方をアシストするような編成にして、なるべく、なんとかしないと、負けちゃうな。いや、もうしょうがない。片方はしょうがないと思う。ただ、もう片方の方がやばいんだよ。セカンダリか。いや、厳しいね、これ。上取られてるのはきついなこれ。なんとかなんねえかな。セイバーキャラじゃどうしようもないんだよな。ウーキーか。ウーキーでなんとかするしかねえか。うわー、やられてる。ちょっと待って、これ遠いな、場所が遠い。ナイス。危ねえ。マジでグズグズだ。危ねえ。いや、マジでどうしようもないねこれ。もう効かないわ。マジ闇が広がりすぎてたな。というわけでね、なんとかあと一週間弱。なんとかあと一週間弱。生き延びたい。というね、ソニーの回し物の動画でした。というわけで、今回はここまで。ではまた次回。ご視聴ありがとうございました。
まった見てね。